皆さんこんにちは。今回は片手直径編成でなぜ固定値が伸びるアビリティが弱いかっていう話をしていこうかと思います。固定値で言うと、例えばこのリスベットのこういうそのバイタルアセンションってやつ、これが強いかなって思う人もいるかもしんないじゃないですか。で、その片手直径のスキルって、まあ、一旦装備しとくか。これさ、防御かけ2だから、攻撃力800も上がるじゃん、強いじゃんって思うかもしんないんですけど、実はこういうの弱くて、で、これの覚醒版でも実は弱いんですよ。で、あとは、これ以外だと、まあ、そのアドバンストルーパーっていうのがあって、まあ、こういうやつですね、例えば。まあ、これは心眼なんでイベントだとまあまあいいんですけど、これは400だけとか、まあ、あとは、俺の持ってるやつだと、この地のリラクゼーションリーファーが、これがアドバンストルーパー5で500上昇なんで、まあ、これ強そうに見えるじゃないですか、一見。だって、パワーライズが強いから、あ、これパワーライズだから強いんだって思うじゃないですか。実は違うっていうのをちょっとこれから説明していこうかと思います。で、すんごい上級者、本当にトップギルドの方で、前、もうちょっと引退しちゃったんですけど、その方がパワーライズ入れない方が強いんじゃねえかみたいな、片手直径編成で。っていうのを一回言ってたことがあって、まあ、基本パワラがいいんですよ。なんですけど、なんでパワラがいいかっていうのは、この800上昇だからじゃないんですよね。このダークコンバージョンっていう属性ダメージ、なんとかコンバージョンってやつだったり、キャラ指定条件で攻撃力が20%とか25%とか伸びるやつだったり、実はそういうのが強いから入ってるみたいな感じ。まあ、パワーライズが強いことに変わりはないんですけど、なんで強いかっていうのが、この800上昇だからっていうわけじゃないんですよ、実は。で、もうちょっと具体的に、見ていこうかと思うんですけど、これがね、攻撃力が防御力かける2上昇ってあるじゃないですか。これはもうちょっと具体的に言うと、防御力固定値かける2なんですよ、上昇するのが。まあ、固定値っていうのはパーセントじゃなくて、まあ、例えばこれ整数分じゃないですか、防御力352とか400とか、これ整数分ですよね。こういうのを固定値って呼んでます。で、こういう、これか、歴戦っていうやつ、攻撃力34%上昇。こういうのを、まあ、パーセント上昇みたいに言ったりする。固定値とパーセントって、まあ、分けて考えるんですけど、で、その固定値かパーセントかっていうのがめちゃくちゃ重要で、これは防御固定値かける2が上昇になるんですよ。で、まあ、クールウィッチシノンっていうのをさっき、装備してたと思うんですけど、これを装備すると防御力5648って画面でなってると思うんですけど、これパーセントが反映された数値なんでちょっとわかりにくいと思うんで一旦外します。すると防御力が4219とかになって、まあ、これも一旦ちょっとね外そうか。これだと3700とかになるんで、あとは指輪も防御がね2点いくつとかになるんで、ちょっとこれで固定値をもうちょっとわかりやすくしますかね。あとは、武器熟練度スキルで、盾で、上がるやつがあるので、盾の知識ってやつですね。それが防御5%が伸びるんで、ちょっとそれを一旦オフにします。これでオフになりました。で、すると、防御力が3500、もうそれでも3533あるんですよ。このね、まあ、カオス155ってちょっと弱いんですけど、今の環境では。まあ、防御ボーナス50ついて100上がってるんですよね、ボーナス分で。で、これ自体の防御力が、まあ、これボーナス分付与された数値なのかな、1480って。まあ、とにかくね、上下つけて、まあ、これくらいの防御力になると。で、これのかける2分アップするんで、まあ、7000アップするんですよ。7000アップするっていうことは、ちょっと計算式上で考えてほしいんですけど、7000と7800って、7000が7800になったところって、その、なんて言うんだろう。変わったところで、そんな変わんないんですよね。そんな変わんないんですよ。
で、どういうことかっていうと、7000を7800にするより、例えばこれが、アスナ2枚入れると、これがダメージ 100% 伸びると。で、100% なんですよね、それでも。で、これで心眼でちょっと伸びて、これ7.5で 15% なんで 115% じゃないですか。で、そこを、なんかその 115% のダメージ上昇に、100% 付加して、まあ、215% とか、115% が 215% になれて2倍くらいじゃないですか。なんですけど、こっち、例えばその7000、これで2倍になって、7000になったやつを7800にしてもなんか2倍になんないじゃないですか。全体が2倍されないんですよ。7000が7800になったところで7倍が8倍になるのかな。でも、実際はもうちょっと少ないんですよ。もうちょっと上がり幅が少ないですよ。で、計算式で考えると、その上がり幅が大きい方が、式全体に及ぼす影響が大きいんで、7000が7800になるより 100% が 200% になる方が、全体としては、ダメージ計算式上では強くなるんですよ。釣り合いを保つと、すごく、高いダメージが出るっていう風になってて、ダメージ計算式が。上げてない要素を上げたいんですよ。だから攻撃力とか、その属性断面、今言ったようなこういう何パーセントとか、覚醒率とか、スキル威力、この何パーセントダメージとか、その4つをバランスよく上げるといいから、って考えた時に、7000が7800になるより、100% が 200% になる方が強いんで、だからダメージ上昇の方を伸ばしていった方が絶対強いんですよ。で、そう考えたときに、さっきみたいな、固定値のリズベットとか入れても全然強くないんですよ。これ入れるくらいだったら、攻撃パーセントを入れた方が、その固定値に、攻撃パーセントがかかってくるんで、その防御パーセント。なんて言うんだろうな、この、防御が、この、今、3500あるじゃないですか。これのかける2が7000なんですよ。で、そこに、まあ、これ、このステータスの反映は、間違ってます。なんでかっていうと、まあ、間違ってはいないんですけど、この直撃時に反映されるんで、この追加効果が。だから、この見た目上のこの防御力っていうのは参考にできないんですけど、これを入れた時に、直撃時にこれが適用されるんですよ。防御 34% 上昇が。で、もともと、防御固定値が7000、3500×2 じゃないですか、直撃時に。7000になるんで、そこに、この防御パーセントがかかってくるんですよ、34%。で、その、外側から、この攻撃力 34% がかかってくるんですよ。計算式的に。だから何が言いたいかっていうと、このすでに、もう何も、その固定値とか上げなくても、すでにこの防御 ×2 の固定値分ってすごく高いんですよ。その分、攻撃パーセントとか防御パーセントで上げてった方が絶対強くて、固定値、ちまちま加算するより、パーセントで、一気に何倍とかに上げてった方が絶対強いじゃないですか。って考えると、やっぱりその固定値のアビより、パーセント系をどんどん入れてった方が強いんじゃないかっていう感じで、で、実際自分でも検証してほしいんですけど、わかります多分。どっちが強いのかって、まあ、最終的にその、まあ、エギルジム、掲示板横の、このエギルジムで、このクリスタル叩いて、どっちが、ダメージ高いかっていうのが分かれば、それが正解な、一番高いのが正解なんで。だから、そう考えて、結局固定値じゃなくて、まあ、そのダメージ上昇とか、攻撃パーセント上昇とかが、一番いいので、で、俺、所持スキルマジで弱くて、本当はね、もう一枚ね、フルバービーで攻撃力30何パーセントみたいな勇気のやつがあるんですけど、本当はそういうのがいいんだけど、俺は持ってないから、なんかこういう、ネオンガイキリトとか、パワーライズ被るんですけど、キリト2枚で攻撃力が 20% 上昇。で、覚醒の時に非戦で攻撃力さらに 5% 上昇で 25% 上がるんで、まあ、仕方なくこういうのを妥協で入れたりとか、そういうことをしています。だから、以上をまとめると、片手直剣編成では、固定値じゃなくて、パーセント上昇のアビの方が強い。でもう簡潔に、もうそれだけなんですよ、本当に。っていうのを言いたかった。
なんか見た目で、その、アドバンストルーパーとか強そうに見えるじゃないですか、こういうの。案外、撃ってみると弱いんで、まあそういうのもね、自分でね、調べて確かめるといいんじゃないかなって思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。